は中華人民共和国公衆市出身の女子プロゴルファーである。元女子ゴルフ世界ランキング1位。父の影響で10歳でゴルフを始める。アマチュア時代は中国国内のジュニアやアマチュアの大会で優勝した他、インターナショナルジュニアゴルフツアーの試合で2007年に4勝。 あげている。2007年全米女子プロゴルフ協会のファイナルクオリファイングトーナメント9位、タイで2008年シーズンのルプがツアー出場資格を得るとキューティー終了後すぐにプロ転校した。これにより中国人選手として初のルプがツアーメンバーとなった。2010年に日本女子プロゴルフ協会ファイナルキューティーで2位に入り、2011年はルプがツアーと 並行して、ジェルピーがツアーにも参戦。明治カップと、宮城テレビ杯ダンロップ女子をオープンゴルフトーナメントで、優勝、同年の同ツアー年間獲特賞金ランキングで7位となる。2012年は、欧州女子、ゴルフツアーで、ミッションヒルズワールドレディスチャンピオンシップ、オメガ、ドバイレディスマスターズを共に優勝。同年ジェルピーがツアーにおいては、 ヨネックスレディスゴルフトーナメント、メイジカップ、公式戦、日本女子オープンゴルフ選手権競技の3勝を挙げ、同ツアー賞金ランクで自身最高位の6位となる。同年ループがツアーにおいては、ウェグマンズループが選手権で優勝。中国本土出身者として、同ツアー初勝利を、初メジャータイトルで飾った。2013年ループがツアーにおいては2勝、賞金ランク4位。 2014年ループがツアーにおいては1勝、賞金ランク6位。LET においては1勝2015年、LET においては2勝。2016年、1900年パリオリンピック以来116年ぶりにオリンピックゴルフ女子が復活したリオデジャネイロオリンピックに出場し、3位で銅メダルを授与され、中国人初のオリンピックゴルフでのメダル受賞者となった。 同年 LED においては2勝。このうち、オメガ、ドバイレディースマスターズは、自身同大会4勝目となった。同年ルプガツアーにおいては2勝。このうちの一つは、ルプガとジェルピーが共催の、TOTO ジャパンクラシックであった。2017年は3月の、ルプガボルビック選手権で優勝。その後11月の、TOTO ジャパンクラシックで2年連続優勝。同月の、 ブルーベイ・ルプがでも優勝を果たす。この直後の女子ゴルフ世界ランキングでパクソンヒョウを逆転して1位となり、これは男女を通じて中国人選手初の世界ランク1位となった。その後1位からの陥落もあったが累計で23週1位に輝いた。同年ジェルピーが会員制度改正に伴い、2017年、 トージャパンクラシック優勝の資格で同会入会を申請し、同年12月1日付でジェルピーが89期生となる。2019年7月のループがツアー、ソーンベリークリークループがクラシックで同ツアー10勝目を挙げる。同年9月のジェルピーがツアー公式戦、日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯の3日目に9アンダーの63で上がり、これが 同ツアー公式戦における18ホールの最小スコアとなった。本校の成績は全米女子プロゴルフ協会プロフィールページに基づく。大会名は出場当時で表記し、太字はメジャー大会である。本校の成績は日本女子プロゴルフ協会プロフィールページに基づく。大会名は出場当時で表記し、太字はメジャー大会である。 本校の成績は、欧州女子ツアーのスケジュールページの各年度に基づく。ありがとうございます。